サイヤ人たちとの激闘の末、地球は救われた。しかし倒れた仲間たちの命を救える唯一の希望であるドラゴンボールもまた失われてしまった。しかし神の故郷であるナメック星にもドラゴンボールが存在するとベジータの言葉から知ることができた。遥か昔、神の家だったという宇宙船を手に入れたゴハンたちはナメック星へと旅立つ決意をしたのだった。もしもし。あら、ごはんくん、ちょうどよかったわ。あのさ、実はええ、よかったら西の都のカプセルコーポレーションに来てくれないかしら。はい。相談ってなんだろう。とにかくつかめ、新たな希望、遥かなるナメック星へ。もしかしてもう宇宙船ができたのかな。相談だなんて僕に手伝えることなんかあるのかな。なあ、はあ、はあ、なあ、はい、サンキュー。良さそうだな。いいよ。でも、なんとか勝てそう。なんか僕がやっつけてやる。よし、はっ、フリッ。
石すごい硬い。ヒャヒャヒャ、了解。あれ、いえ、はい。うわうーん、そあのうん、ありがとうございます。のうちはどこかな。やっぱり大きいな、ブルマさんのうち。あれ？じゃあな。はい、くっ。
なんじゃ。おい、はあ、いや、はあ、いや、はあ、あれ？な、よおう、な、おい、え、おい、はあ、あれ？えー？あ、
な。ちくしょう。え？わかった。すまないな。なんとか終わった。やった。いらっしゃい。毎度。Ha!